よいしょ。先生。どうもです。ちょっと、これに、前回買ったこの筐体にですね、ちょっと穴を開けていきたいんですけど。場所を決めてほしくて。場所ですね。はい。これを。横で行った方がかっこいいなとは思うんですよ、うん、正直。はいはいはい。なんですけど、こうやっぱこれめちゃくちゃでかいんですよね、このノブが。でかすぎたな、これ。それがめっちゃでかくて、うん、各つまみをこう、それぞれ干渉しないように並べようと思うと、うん、結構このぐらいになっちゃうというか。え、つまみ、まあ、3個買ったけど、1個取るっていうのはどうなんですか？ 1 個取るは、原因、ま、10。ああ、いや、できなくはないっすけど、相当使いにくくなりますよね。そうだよね。じゃあ一応やっぱ残しとくほうがいいか。それかまあ1個だけちっちゃくするとかですかね、ノブを。なるほどね。そう、その辺とかになっちゃうんですけど、だいぶ、全然いいっす。だいぶキモいっすよね、これ。キモいけど。かなりキモいんですよね、これだと。その、うん、やっぱこっからこうはみ出すのちょっと不格好じゃないですか。そうだね。公園の中はめといて、ここに、いや、これ可愛いじゃん。いけますかね、これでも。いっちゃいましょう。これはどうなんですか？あ、それいけますよ。これ、それいけますよ。これ可愛いじゃん。それいけます。それ、これで、上がここら辺で、上がここら辺で。これでいいんじゃない？こう来て。こう来て、こう来て。下が、あ、ただここでこう干渉し、あ、あー、はみ出るな、どうやっても。どうしよう。これ。まあ、それいけます、それいけます。これがベストなんじゃないですか？やっぱそのフォーメーションがいいですかね。うん。これでいきましょう。でっかいの、うん、これでいけますかね。はい。じゃあ、これで穴開けます。よし。あ、ラブだけど全然ガシッといくね。すみません。電源がすごいですね。あ、そうですね。あの、ドリルは、ね、初めてじゃないから。番組も忘れてました。分かってます。いったかな、もう。とりあえずこれで11ミリ。9ミリの穴が開いて。9ミリの穴が開いた。これをさらに粘着お願いします。いいっすか。2ミリ分。OK です。あとそれであと最後コツがずっといけばスキムというところで、あ、いけ、多分いけます。行かせてもらいます。よいしょ。いけー。あれ、いけー。あ、また取れちゃった。でも行ったんじゃないですか。これが今ここにジャックが飛び出ればいいですね。そうですね。このこちら頭のところちゃんと書いてればいいんで。よいしょ。よいしょ。ちょっといいですか。じゃあ結構考えて。飛び出ろジャック。お、あ、もうちょい。あ、もうちょいですね。もうちょい。もうちょいです。よし。でかく、お、あ、来た、いた、行けました、貫通、行けました、やったー、ちょうどじゃん、これちょうどっすね、やっとです。 OK、 OK、 あとはちょっといいっすか。じゃあ、じゃあこっちはもうボール盤でやると思うんで、取れちゃったんで、この辺でしょう。この辺ですかね。しちゃいますよ、俺もう思い切りがいいタイプなんで。じゃあお願いします。いくよ。おーし、ラストドリル。よし。ちょっと、仮にちょっと止めてみますね。一旦。
この辺りに行っていただいて終わりです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。感謝のドリルで。